この市役所の支所、この感じもいいですよね。そして本日行くカフェがこちらになります。ネイバーフードプレイス。ここにね、以前から来たいと思っていたんですよね。ちょっとバイクどこに止めたらいいんだろう、聞いてみよう。こちらに停めさせていただきました。ここね、あの駐車場だそうで、ここに停めてくださいということでした。さあ、ということでですね、行ってみたいと思います。与那本団地、以前紹介したので、その動画を見ていただければいいかなと思いますけれども、この与那本団地の中にですね、このようなネイバーフードプレイスというね、カフェがあります。はい、こちらで働いておられる視聴者さんがですね、ぜひ来てくださいということを以前から言ってくださってまして、ここに来ることにしました。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。この建物はもともとね、千葉銀行っていう銀行の建物なんですね。すごいデザイン的にすごくおしゃれですよね。これも本当素晴らしい建物をそのまんま利用しているというところですね。非常に居心地がいいところだそうで、人気の場所となっております。いいですね、本当に団地の建物を有効に使っているという建物ですね。じゃあ中入ってみたいと思います。はい、行ってきました。いや、美味しかった。あのルーローハンと自家製チャーシューを食べたんですよ。多分お店の人にはこいつ肉よく食うなって思われたと思うんですけど、ルーローハンって家でなかなか作れないっていうのもあるし、やっぱね、あとその自家製チャーシューっていうのを見ちゃうとね、いやもう行きたくなっちゃいますよね。じゃあ、まあせっかくね、与那本団地来たので少しだけ見て回ろうかなと思います。はい、結構ね、この真ん中の通りっていうのかな、ここはあの車とかバイクは通ってはいけないんですけど、あの自転車とかね、通ることができる、そのような広い道になっています。目抜き通りっていうかわからないけど、いいですよね。で、こっちには幼稚園があったりとかするんですよね。はい、このような形でポイントハウス、四角い方のポイントハウスがいくつか連なっています。はい、そしてですね、これこっち側から見ると面白いんですけど、こちらの建物ですね、ヨーロッパのね、こうアパートメントみたいな雰囲気が出ていますけど、これね5棟あるんですけど全部つながってるんですよ。このポイントハウスのような四角い形の建物が5棟連なっている、ね、こっちにはポイントハウスがありますけれども、ね、このような建物がこちら側に連なっているということですね。で、なんで連なっているのかというと、ここが坂になっているわけですよ、ね、で、坂になっているということは向こう側に立っていますけれども、ああいうタイプのものを建てるためには坂道を大規模に整地しないといけないわけですね。で、その手間を省くためにこの小さな塔をこのようにして横につなげているということですね。だからこうやって見ると屋根の部分が全体的に段になっているのがわかると思います。で、この与那本団地の特徴っていうのはそのあたりかなと思いますね。で、こっち側を見ると普通の横長のね、タイプのものっていうか、で、そういったものもありますけど、こっちは、ね、地面が平らなわけですね。で、あと、ちょっと余ったスペースというか、横長にもできないようなスペースにこのポイントハウス建てるということをしているわけです。
あっちもほらポイントハウスのようなね建物を連ねて作っている、ね、そういう感じですね。この団地もそうなんですけど独特だと思いますけれども、この団地のほんと真ん中にコンビニがあるんですね。ここからぐるーっと見渡して一周回ってみてもどこを見ても団地です。その真ん中にセブンイレブンがあると、これは金杉団地と似ているかなと思います、ね、もうこの団地の中の人たちだけのコンビニということになるんですね、うん、地形をうまく使うことを重視した団地の建物というものがあるわけですね、はあ、さあネイバーフードプレイスのところまで戻ってきました。いいね、やっぱりこの団地の真ん中にあるというだけあって、ね、この団地に住んでいる方々の憩いの場となっているということですね。やっぱ団地に入るというかね、うん、古い街並みにマッチするネオレトロ感というかね、いいですな。じゃあ行きましょう。歯にチャーシューが引っかかってるとても美味しかったですね。まあ一応ねカフェ飯ですよ。たださ、いくらカフェ飯とは言ってもそこまでのクオリティはねえだろうと思ったらね、かなりクオリティ高めですね。良かったですね。あのスパイスのねふわっとしたいい香り、甘じょっぱい感じのタレ、柔らかいあの豚肉ですよね。もうルーローハン最高で、チャーシューもねやっぱあれご飯と一緒に食べるべきだったな。あれは別にご飯を頼むべきだ。もうねつるっといける肉なのにつるっといけるっていうかね、そういう感じですよ本当に。この団地のど真ん中であの味が楽しめるとは思わなかった。このバイクで一発目与那本団地に行けたっていうのはね良かったな。わがままを言うなら、まあ、しないですけど、あのお店の前にバイク止めて写真撮りたかったなっていうのはちょっとありました。あのネイバーフードプレイスと、あとあの団地のど真ん中のセブンイレブンがねやっぱ良かったし、連結型のポイントハウスっていうのもねやっぱ良かったんだよね。でも本当に見どころがたくさんある団地だからね、久しぶりに行けて良かったなというところですね。このバイクの良さをもうちょっと説明しようか。そうですね、何がいいのかどこがいいのか、まずねまだ誰も乗ってないっていうところがいいよねやっぱ日本では行ってもホンダが強いわけですよ。ということは GB350 が強いわけです。インドはロイヤルエンフィールドが本当に強いわけですよ。だけど日本はやっぱロイヤルエンフィールド人気がないことはないんだけど、まだそこまで認知されていないというかね、まだ知らない人もたくさんいる。だって世界の4大ブランドが日本から出てんだよ。ホンダ、川崎、ヤマハ、スズキ、やっぱここはね4強だよね。その牙城を崩すってなるとロイヤルエンフィールドはまだ弱いよね。でもそれでもやっぱりさ、バイク大国インドからの刺客ですからね、これはねこれから期待したいところではありますよね。その GB3 パンに乗ってる人っていうのはやっぱネオクラシックとかクラシックが好きなんですよ。それからバイク乗り始めたりするんだけど、だんだんいろんなバイクを見始めるわけです。でその中にロイヤルエンフィールドのクラシック350とかを見つけるわけですよ。でそうなるともうクラシック好きだから、あーこっちに乗り換えようって今なってる人が多いんですよ。でそのクラシック350を排出したロイヤルエンフィールドが次に放ってきたのがこのハンター350というバイクになるわけですね。エンジンの形っていうのは同じなんですけども、セッティングが少しだけやんちゃっていう感じはしますかね。足のポジショニングとかもねやっぱ違うんですよ、うん、だからこう若干前傾なんだよね。
うん、だそういうところもやっぱいいわけですよ。出だしはねそんな早くはない。この辺はねやっぱ J タイプのエンジンですね。あの出だしはねそんなに早くない。ガツン感はない、クラブマンみたいな。だけど気持ちよくスタートしてくれる。これはこれでいい。まあまあだからね、今後廃墟とかに行きながらね、このレビューなんていうものもちょっとしていこうかなと思っていますので、このバイクに興味がある方、このバイクを今検討しておられる方ですね、続けて見ていただければいいかなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良かったよという方はチャンネル登録高評価お願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。